はい、皆さんこんにちは、ワンダリングフィッシュです。プレイキュースピリッツ2015続きをプレイしていきましょう。早速始めていきます。今日の対戦相手は DeNA ですね。今日から2連戦になります。先発投手は山崎ですね。ストレート151キロ、ナックルちょっと厄介ですね。あとスライダー、ツーシーム、スローカー、ツーシーム、カットにチェンジアップと球種はかなり豊富ですね。ストレートも速いし球種も多いのでちょっと手こずりそうな予感もしますけども、しっかり攻略していければなというふうに思っています。一方のですね、ジャイアンツの方の先発は今やエースと呼ばれている菅野です。4番はファーストに阿部。リアルプロ野球の方では、キャッチャーの方にね復帰した感がありますけども、プレイキュースピリッツ上では、ファーストを守ったり、キャッチャーやったりと、交互にやってるような使い方されているケースが多いです。阿部がファーストに入っている時の先発マスクは、海外のケースで小林。まずは1回の表 DeNA の攻撃からです。まずは、どちらのチームが先制点を取るのか、ワンボール、ワンストライクから荒波、ね、どうやって突破口を開くのかっていうのは、これはライト前ヒットですね。そのあたりがどういうきっかけで生まれてくるのか注目していきましょう。盗塁21企画して15回成功させてるんですね。1回の表は DeNA が2点先制したという、序盤のゲームの展開になっています。バッターは3番の高橋。現在打率は3割を上回っています。1回の裏、高橋由伸はワンアウトランナー1塁、ファーストランナーは坂本です。1塁牽制球、まずは1球牽制。坂本も足が速いんで警戒されてますね。これも牽制です。1塁はセーフ。2球牽制から第9球、これもストレート146キロが外角低めに外れています。中途半端なバッティングで閉鎖するのだけは避けたいですね。そしてここでもう一回牽制。さあバッターは何を待っているか、かなり警戒してますね、バッテリーは。今のそして145キロのストレート、空振りです。ワンボールワンストライク。そうですね、このナックルは外れています。96キロのナックル、外角の低め難しいところに投げてきました。走りにくいかもしれませんね。甘いボール、ストレートが甘いところに来たんですが打ち損じてしまった。これでフルカウント、ランナーはどうするでしょうか。外角の低め、ストライクボールの微妙なところに結構ボール集めてきてますね。フルカウントから、これは完全なボール球。その後ツーアウト満塁とチャンスを広げてアンダーソンが入っています。さあチャンスが続き満塁の場面、変化球打った、セカンド正面、ここはセカンドゴロ、一塁アウト、これでスリーアウト。1回の裏はジャイアンツ0点で攻撃を終えています。その後両軍点が取れていないですが、3回の裏ジャイアンツの攻撃はノーアウトランナー3塁1塁で高橋由伸です。ここは最低でも外野フライ。ここは追い上げておきたい場面、序盤のうちに1点でも返しておきたいですね。なるほど、そうですね、ボールになったナックル。変化球にバットが空を切ります。このナックルもうちょっと貯めれれば、クリーンアップですし点差を考えると犠牲フライでは物足りないですね。ボールワンストレートから第3球選択したのはカットボール、外れてツーボールワンストレートになっています。そしてストレート145キロ、やはりクリーンアップ頼りになりますね。ここも期待できるんじゃないでしょうか。これでフルカウント、このボールですね。今日ここまで第1打席第2打席とフォアボール選んでます。そしてノーアウト満塁で4番が阿部。そうですね、ここはゲッツーシフトですね。もう1点確保ということですかね。そのようですね、ツーシームが決まってワンボールワンストライクからの第3球目ストライクになります。この148キロのストレートはいいところに決まってますね。ゴールになります。スローカーブが外れて2エン2からと見極めてボールです。このナックルが低めに外れます。フルカウントとなりました。ノーアウト満塁でフルカウント、インサイド打った、
抜けていった。これはいいスタート切れたぞ。吉野部ボールは中継、ホームは無理だね。セカンドランナーも三塁回って、今ホームイン。ジャイアンツこれで2対2の同点になりましたシーンですが、もう一度ご覧いただきましょう。これは強いシーンで前に攻めたいですね。試合は振り出しに戻っています。さあなおノーアウトランナー三塁一塁で5番長野、まあ、次は勝負強いバッターですから面白いと思いますね。通信その期待に応えてほしい。壁に打たれた通信がバッターボックスでした。ここは少なくとも犠牲フライは打たないといけないですね。ここは中間守備ですね、まあ、バックホームとセカンドゲット。レフトに持っていった、大きいぞ、取りました。中継にボールが送られる。ちょっと走塁ミスですね。完全に抜けたと思って走っちゃいましたけど、完全に犠牲フライになる当たりだった。すいません、完全な走塁のミスですね。まだチャンスは続いていますので、なんとか得点につなげていきたいですね。うん、そうですよね。さあしっかり捉えた、セカンドの右取った、二塁アウト、ダブルプレーチェンジです。勝ち越しのチャンスだったんですが、すいません本当に最後はダブルプレーに倒れて、長野に申し訳ない。1打点無駄にしてしまいました。3番バッター、ジャイアンツその後1点上げて1点勝ち越してますね。山崎、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。回の裏ワンアウトランナーなしで、ジャイアンツがエースの菅野、です。そしてベイスターズが山崎、この2人の投げ合いとなっています。ボールになります。このスライダーはボールになってくれて助かった。2ボール1ストライク。これが4球目、低め外れました。このツーシームは外角に外れて3ボール1ストライクですね。空振りになります。3ボール2ストライクフルカウントになっています。空振りです。フルカウントからファウルになります。今のは何だろう。フルカウントです。打ちました。そうだ、これはいい当たりかなと思ったけど、そうでもないですね。小宮山さん、センター松本が抑えてます。さらにジャイアンツ追加点を挙げて4点リードと場面変わって、ピッチャー小杉です。チャンスが続きます。まあここはつなげましたので得点差を広げておきたいですね。フォークはボール球でしたね。空振りです。2球目打ちました。これはセカンド、これは中途半端なバッティング。セカンドへのハーフライナーに倒れました。吉野部はもうここで退いてますね。そのまま試合の方はジャイアンツが8対4で勝利を収めたというゲームになりました。試合を制したのは読売ジャイアンツです。吉野部の方はですね、今日は2打数の無安打に四死球という結果ですね。山崎のナックル、何個か甘いところに来たりとか、ストレートもね甘いところに来たんですけど、ちょっとその甘いところに来たボールをうまくさばけなかったというところですね。まあ、ただ試合の方は勝ってますので、マジックの方が減ってると思います。この後確認しましょう。あーごめんなさい、飛ばしちゃった。マジックが2まで減ってますね。今日ジャイアンツが勝って広島が負けるようなことがあれば、今日優勝が決まるかもしれない、そんな一戦になりそうです。 DeNA の先発は高崎ですね。ストレート148キロ、高速スライダー、シュート、チェンジアップにカーブ、カットボールに落ちるスライダーですね。球種がやっぱり豊富です。今日のジャイアンツの先発投手は杉内、まあ、杉内といえばあの松坂世代というところで、まあ最多勝とかね挙げてた杉内で、ソフトバンクからジャイアンツに移ってきた杉内ですけど、まあちょっとピリッとしない感じがありますけど、頑張ってほしいなというところですね。そしてリアルプロ野球の方では松坂、早く復帰してほしいなと。あと海外ではマークの田中将大もね、いよいよ復帰戦というところになりそうなので、その辺も注目していきたいと思います。田中将大がまた先発したら、メジャーリーグゲームの方もね復帰戦ということでやっていきたいと思います。でそちらの方もぜひお楽しみにしていただければと思います。とお話している間に1回の表の DeNA の攻撃が終了します。
杉内が0点で抑えて、その裏の攻撃は高橋でした。3番バッター高橋、ワンアウトランナー、昨日のゲームでは無安打に終わっています。フォアボールのランナーが出ています。ストレート141キロ、マウンド上のピッチャーは外れて高崎、そしてキャッチャーは高城。このバッテリーをジャイアンツ打線がどう攻略していくか。これはシュートですね。このあたりいかにピッチャーを打ち崩していくかも注目ですよね。打線が機能すれば相手ピッチャーを攻略するだけの力を持ってますからね。そうですね。打ちました。落ちるか。いやー、松本いいダッシュだったな。ツーアウトランナー一塁と変わります。もしかしたらセンター前に落ちるかなという当たりでしたが、松本がダッシュで、抑えてますね。さあジャイアンツ追加点のチャンスを迎えています。2回の裏ツーアウトランナー二塁一塁で高橋のシャンプ、なるほど、そうですね、まあ、また彼でしたら2点リードしている場面での吉野君の、あー、これはデッドボールですね。先ほどの回はデッドボールで終わりましたけど、この回はワンアウトランナー2塁1塁チャンスで高橋を、このあたりで中押しできるとより戦いやすくなってきますよね。これは落ちるスライダーですね。あっと、そしてシュート、これは厳しいところにシュートが決まった。ここは併殺打球を避けたいですね。最後はボール球に空振り三振。ちょっと調子が落ちてきてるかな。調子が落ちてきてるっていうのは僕の操作の方ですね。吉野フェチでは絶好調なので、ちょっと数段のデータ確認しましょう。さて、このところのジャイアンツですが、ここまで2連勝。ストレート147キロ、スライダー、シュート、カーブ、シンカー、フォーク、スライダー、チェンジアップと、まあ、全方向に球種持ってますね。さあ2球目は何か。ヒット1本打っておきたい。ストレートはわずかに外れました。ボール先行です。2ボールからの第3球アウトコースへ決めました。これはスライダーがボールからストライクゾーンに入ってくるボールですね。さあ4球目は何か。ストライクで決まってます。ドカーン、いった、これはフォークです。突き刺さった、完全に捉えた。136メートル、これがチーム決めでしたが、完璧な当たりでしたね。フェンスを越えていきました。追加点が入りました。ジャイアンツ、いやー、素晴らしい当たりだった。低めの難しい球、完璧に捉えました。はい、体をうまく回転させてライトスタンドにボールを運びました。いや、本当にうまく反応しましたよね。できることならもう少し点差をつけておきたいところ。看板直撃。ヘーベルハウスに直撃弾です。一回回ってこないですね。吉野部はもう退いています。さあ、これで広島の試合結果気になりますけど、どうなジャイアンツが僅差で勝利を収めました。なんとか逃げ切りました。小宮山さん、なんとか継投で、ストレート160キロだもんな。まあ大乱調といってもね、2点取られましたけど、まあ試合には勝ってますからね。さあ、そしていよいよクライマックスですね。クライマックスというか、終盤ですね。セリーグ、パリーグともにマジック1です。セリーグはジャイアンツ、パリーグはオリックスがマジック1としてますね。はい、というわけで今回は DeNA との、2連戦ですね、お届けさせていただきました。次回は広島戦です。まあ、広島に直接対決で勝てば優勝が決まるというゲームになると思いますけども、そちらの方をお届けしていきたいと思いますので、ぜひぜひ、お見逃しなくということで、今回はここまでにしたいと思います。